さあ即立前、皆さんこんにちは、高橋です。はい、大の字になればあなたは最強、本日はですね、皆さんに弓道家として、これはぜひ覚えていてほしい内容があるんですけど、あなたが弓道の実力老化する低下する瞬間っていうのは、こういうふうに考え始めたらもうあなたの弓道の実力が低下するっていうのは目に見えている、あ、これは間違いないっていうことをお話ししたいと思います。今現在ね、皆さんもこれ該当してる方いると思うんですけども、はい、まずもう大前提としてですね、まあ今の弓道の世界って、あの綺麗な形とか段とか追い求めてる人っていると思うんですよ。まあ何段ぐらい取りたいとか、なんかこのぐらい取りたいとかって言って練習するじゃないですか。あのね、まあそれをやってったら必ず衰えます。まず大事として、目指すべき努力の仕方っていうのがもう完全に間違えているので、何か努力、違う努力をして、この努力をやっていけば結果的に段につながるんだという、その間接的な何かっていうのを身につけて、弓を引いていかないといけないんですね。ほとんどうまくいきません。商談審査だけを目指して、なんかそのいきなり形を整えてうんたらってやるのは間違えていて、まあ、それもね、あとね、なんでかっていうのをちょっとお話ししたいんですけど、ことの本題となるこれを思い始めたら弓道の実力は必ず衰える。そして正者必中もですね、正しい形っていうのもこれ身につきませんよっていうのもこれ言っておきます。こう考えたら、必ず衰えます。それが強い弓に関心を持たなくなった時です。矢の長さいっぱい引くことに関心を持たなくなった時です。これも確実に言えます。はい、皆さんね、なんとなく振り返ってもらっていいですか。まあ例えば前強い弓引いた人、矢の長さいっぱい引くことに関心を持ってたから、振り返ってください。今どうですか。強い弓引くのに関心ってあります？もうなんかこのぐらいでいいやって思ってません？それはね、このぐらいでいいやって満足してんじゃないんですよ。あなた自身が老化してるんですよ。年老いてます。それは逆です。そういう風にはなりません。強い弓引いたり、矢の長さいっぱい引いたりとかしたら、ガンガン矢飛びも良くなるし、的にも当たるから、どんどん引きたくなるはずなんです。ところが、そうはならないっていうのは何かっていうと、矢の長さいっぱい引けてないから。強い弓、関心がなくなってくるのは、あなたが満足してるからじゃないんですよ。老化してるんですよ。もうこのぐらいでいいやって思ってるからなんですね。それは、もうなんかここでいいやって思うのはもう老化の始まりです。もっと上を目指して、もっと欲を持たなければいけません。俺はまだまだやるんだ、俺はもっと引くんだ、俺はもっとやるんだ、ならないといけません。そうならないんだったら本当にあなたの弓道は終わります。そこでこうなったらあなたは衰えます。では先ほどの正者必中の話に戻しましょう。何かをやることによって商談審査や段を受かる、これはいいんです。さあいきなり段をやるぞ、これダメです。なぜか、正者必中には前提があるからです。こういうふうなことをやらないと正者に行き着きません。これは文献をちゃんと読まれている方はですね、矢場屋を持って形が整うっていう文章があるから、美術国の文章にね、だからこそ矢の長さいっぱい引かなきゃいけないんだっていう話だと思うんですけど、もうちょっと現代版にお話しすると、心が整ってから射形が整うからなんですよ。わかります？矢の長さいっぱい引くじゃない。そしたら昔の弓道の文献があるんですけども、美術的に90書っていう文章があって、品か周波っていう項目があるんですよ。そこには、美しく矢を射るためのプロセスっていうのがあって、5番目がその花形って言われるやつなんですよ。この花形っていう美しい射形を作り上げるにはどうしたらいいかっていうと、矢場屋を持って的中しないといけないって書いてあるんですよ。つまりただ的中するだけじゃなくてね、矢場屋、つまり矢の長さいっぱい引いて矢のスピードをバーンって出す的中をやってから、初めてあなたの射形は美しくなっていくっていう考え方なんですね。この言葉を借りるなら、矢の長さいっぱいを引かないことには綺麗な形にはならない。まさにそうなんですけど、もう少し簡単に説明すると、心が伴わないと綺麗にならないです。皆さん最初にね、こういうのが綺麗な形です、こういうのが綺麗な形ですって言われた内容を頭で記憶して頭でやろうとしませんか。それ老化の始まりですよ。それも俺はなんかゴールに目指してるんだっていう一番タチの悪い老化の仕方しますよ。だって本人は正しい方向に向かっていると思い込んでるんですよ。でもそれ全然正しい方向に向かってないんですよ。ただ単純に上の人間がコントロールしやすいレールの中に乗っかってやってるんだってなってるだけです。
あなたはもうすでに老化が始まってます。はい、もうそのレールとかその枠組みの中でしか頑張れない脳みそになってしまい、頑張り方もわからなくなって、そして立ちが悪いのはずっとね、それが正しいと思い込んでるんで、10年か20年それでいっちゃうんですよ。で気づいた時に、ああこのやり方って違ってたんだな、高橋の動画を見てこれは違ってたんだなって思うわけですよ。でももうその時には時すでに落として、で残念ながら人間の体ってもう30歳超えたら、まあ、私30超えてますけども、はっきり分かりますよ体力の低下って。もう50、60とかで顕著速攻で現れるんじゃないですか。もう1週間努力しな、あの稽古とかトレーニングしなかったらあっという間に老化しますよ。その中の一つのキーワードがこれです。矢の長さいっぱい引くっていうことと、強い弓になんとなく関心が薄れてきた時やばいです。そういう風にもしなってるんだとしたら、皆さん考え直した方がいいですよ。先生になんやかんや言われるからそういうことできないんですっていう風に言っている状態も、まあ、老化の表れでしょうね。だって矢の長さいっぱい引くことなんていくらでもできるはずですから、やろうと思えばね。でもそれがそれをやる方の方がなんかあのできなくなってしまうっていう風になっちゃってるのは、もうこれは老化の始まりです。それはね、シビアに考えた方がいいですよ。考え直した方がいいですよ。周りの人たちってね、老化してることにも自覚しないでね、もうこれが正しいと思い込んで普通に自分たちの老化する方法を教えてる、これ全然ありますよ。でもそれを聞いて、まあ、なんとなくやってっていうか、やってる最中になんとなく汚染されて、まあ、終わってしまうっていうのが結構多いですよ。だから皆さん、あんまりね、弓道をこういう頭で考えたらできるものだってあんまり考えない方がいいです。あなたの老化は確実に襲われています。正者必中はですね、心が伴って次に正者になるんです。頭で考えて無理やりやろうとしてもそれは正者になれません。それは心を鍛えられてないから、心が先です。心が落ち着くんです。矢の長さいっぱい引いてバーンって引いた後に、離れた後にハーッと気持ちが休まるわけです。この休まった気持ちがなければ形って綺麗になってかないんですよ。そのプロセス踏まないと綺麗になりません。だから自分で考えて射形を綺麗に作り上げるってことをやってから、例えば審査に挑むなりなんなりしてみてください。それができないとですね、あなたの老化はすぐそばに来ます。まあ、ぜひに気をつけていただければと思います。まあ私はね、オンラインのセミナーとかもやってるんで、オンラインのセミナーで皆さん指の引き方とか変えてくださって、はい、もうオンラインにも変えられるので、もう私ね、接触なんかしなくてもいいんですよ。方法があるので、方法が大事です。なんていうの、気合とか人の生身の接触とかいらないです。どうでもいい。むしろ間違った方法で生身の接触なんかあったって意味がないから、方法が一番大事です。皆さん考え方を変えてみてください。まあ私はオンラインのセミナーとかね、いつも月末にやってるんで、興味がありましたらご参加ください。ありがとうございました。